こんばんは、かちです。どうも。今日はまず昨日キッチン台を作れという指令が来てたんですけど、私はできなさそうなので姉ちゃんのベッドを代わりに作りたいと思います。簡単みたいだからやってみます。ベッド作る、ベッド作り、よし。難しいね。いや、いけると思うんだよね。姉ちゃんこんなベッドか、姉ちゃんねベッドなんですよ。そうそうそう、いや、いけるっしょ、私ならできるよ。何これ、ちょっとやばいんだけど。何が必要なの。何がベッド買ったのか知らないから、完成形も分かんないんだよね。まあでも姉ちゃんがこのままじゃ寝れないので。お疲れ様。あ、電波が出てました。そうだね、これがどうなってる、これでしょ、これが多分ベッドなんだよね。これがベッドのやつでしょ。だから、本当に心配なんだけど、できるの。どこにあるの、何が、あれ、もう平べったいのないんだけど。あったじゃ、一番下にあった。ちょっとやばい、できるかな、これだ、絶対これだ。よいしょ。昨日見てないんだけど、パジャマどうなったんだろうって。パジャマないよ。だからね、昨日もちゃんと私服で寝ました。いや、この服で寝ました。すごくない？よいしょ。昨日もパジャマなかったので、この服で寝ましたよ。でも全然、私全然何でも寝れるから、普通に寝ましたよ。そうですね。ちょっとみんなに見といてもらわないとさ、なんか失敗しそうで怖いの。とりあえず、だから、やるけど、私図画工作、本当に苦手だよ、図画工作。え、これとどっちだろう？え、待って、これは？はあ、よし。え、こんなのあったっけ？ボンドはね、ママ持ってくるって言うから、キッチン台をね、やめました。やめたっていうか、無理だった、できなかった。え、これ本当に、何これ、裏だったりする、もしかして。こっち側だったりする。あ、これだ。これだ。いいじゃん。あれ？なんかすごい電波悪くなるの、急に。急にっていうか、すごい悪い。ゆりちゃんからもらった靴下です。はい。どういうこと？部品、これさ、マジで間違えたら怒られちゃうよ。怒られるどころじゃないよね、本当に。真剣にやろう。でも姉ちゃんにさ、願いって言われたの
すごくない？多分頭のところの板と足元。なるほどね。よし、とりあえず。カムロックネジを探しましょう。どれだろう。あ、これじゃない？これだ。これを刺すと。はいはいはい。任しなさい。それはできる。どこに刺すの？あ、合ってるか。ここかな。くるくるするだけ？え、ちょっと待って。え、大丈夫これ。あ、これドライバー使う系なのかな。これドライバーどうやって置けんの。ドライバーの開け方全然わかんない。あ、痛い痛い痛い。よし、まっすぐ。はい、次こっち、次こっち。姉ちゃんベッドなんだよね。実家も姉ちゃんはベッド。私はずっと敷布団だった。よし、次。おお、ちびっこ、ちびっこの側面をください。おか、ちびっこ側面をここに入れるのかな。向き的にはこういう感じでね。うん。ね。え。あ。これを金具作ってるんじゃないんです。そう、ベッド、あのね、棚作れなくて、ボンドとかトンカチとかないと作れないっぽかったから、あのね、姉ちゃんのベッドを代わりに作ることにしました。はい、次のページ。はい、ですね、カムロック、カムロックをください。それがこれかな。カムロックをの間につけてドライバーで回してください。ほうほうほう、はい、わかりました。手の込んだベッドフレーム。そうなの。でも姉ちゃんのだからわかんない。あら、
じ。よいしょ。本当私こういうの苦手。よし、これを回すと。こっちかな。どっちだ。あ、こっちか。よし。よく考えられてるね、ネジ作ってる人もさ、こんな回せば大丈夫になるなんてさ、見つくのがすごいよね、紙ブック。よし。私握力っていうか、なんかペットボトルのキャップ開けられないとかないんですよ。基本的に私物をめっちゃ開ける能力があって、そう、なんかこれ開かないとかあんまないんですよ。だからね、そういう、なんていうの、物締める力とか開ける力とかめっちゃあるんですよ。謎な、謎にね、そこだけはね、自信があります。なんでだろうね、これかな。いや、でもなんか違うよ。これは使う。え、あと1個部品ない。これかな。これも違う。うん、今の握力はね、23ぐらい。普通でしょ、多分平均で。平均だと思うんだけど。姉ちゃんの部屋です。ない。あ、これか。これじゃない？めっちゃ薄っぺらいんだけど大丈夫そう。あれ、姉ちゃんから来た。姉ちゃんじゃない、ママだ。ママから LINE 来た。はい、はい、なんか言ってる。何だろう。じゃあ、はい、これ入れるだけでいいの？お、入れるだけでいいんだ。次はこれだね。いや、コンセントが大事だったのかな、姉ちゃん的には。ここ見せれないよ。ジュース缶開けられないみたいな女子意外に可愛いよ。だって、あー、全部開けられますね私。あのちょっと硬いジャムの瓶のやつとかも全然開けられる。なんか開けられないとかあんまなったことないです。私めっちゃ開けられるんですよ。なんかこれ硬いとか結構メンバーの中でもやったりするんですけど、一回もなったことないし、すごくない？なんでだろうって自分でもね思ってんのよ。別に握力は普通なのよ。だから23、左だって19とか21とかあったらそこら辺だった気がするから、なんで開けれるか分かんないの。開けるなんかさ、根性だよね。諦めるか諦めないかみたいなとこあるじゃないですか。そういうことだと思うんですよ、私は。どういうことやねん。はい、上の、あ、これ、これかな。あれ、わかんない。え、いや、でも、いやでも確実にこれだよな。よいしょ。
え、これでしょ。穴、穴。え、でもこれだよな。あ、もう絶対これだ。これだな。ほら、どっちに穴を植えな。こうか。な？え？横かと。横はでもしょうがないのか。ね。え、ああこれだ。細長くん。はい、壁や床傷つかないように。なるほど、了解しました。よしよしよし。じゃあ刺して。穴いる？穴いるね。これで回してくださいって書いてある。最後までいけるかな。ちさ、家出る時間がね、割と迫ってきてんだよね。できるとこまでやりたいな。ないこ刺さないよ。違うの、こっちなんだ。刺さんだ。こんにちは。あ、なるほど。取扱説明書全部読んでからやればよかったな。よし。おお。これは大変だ。姉ちゃんいいよ、いい感じだよ。多分合ってる。ちょっとギュッてやっとこうね。でも意外とちゃんとできてるじゃん。こんにちは。なるほど。開けるときにうりゃ、開けるときにうりゃみたいな声出さないんだって。え、でもなんだっけ、まーちゃん、私のメンバーの吉川萌が結構ペットボトルの蓋開けるの苦手で、なんか開ける前から開けてとか言ってくるんですよ。なんで開けられないんだろうって私結構思ってるんですけど、うりゃとか言わないし、もうなんかこう肘で開けます。肘を使ってワンツーですよ。本当にマジで開けられなかったものあったかな。なんかちょっと錆びてるネジとかあるじゃないですか。なんだっけ、譜面立てって結構さ、ちょっと鉄みたいなやつでできてるのあるじゃないですか。あれとかって結構ネジが錆びてったりとかするんですよ。それで回らないんですね。ネジを回らないとさ、組み立てられないじゃないですか。私いつももうふいっていつもバイバイバイってこう言いながらそう回してます。ちゃんと回りますよ。指長いのって関係あるのかな。これ動くんだぞ。ボーイできた。イエーイ。チャラーン。こんな感じ。見えないね、ごめんね。はい、次行きましょう。はい、これは後でつけるかな。でこれはだから一回していただいてもろて。次、え、次何やの。次何？
ベッド組み立てたことないんだよ、わかんない。もしかしてこれのこと言ってる？これとか出てくんじゃない？これとかもうそろそろ、うわ絶対そうだ、ほら、これと、うわめっちゃ大変じゃん。え、もうやめたいよ、なこと言わない。これをつけなきゃいけないんだ、めっちゃ大変じゃん、ちょっと泣きそうなんだけど。ベッドって大変なんだね。ほらやっぱベッドじゃなくて敷布団の方がいいって絶対よしやろう早く。ここをキダボ、ほらキダボを使ってはめましょう。オッケー、チャラン、かわいい。おお、いいじゃないの、めっちゃいいじゃん。で、なるほど、分かんないけど、このなんか平べったいやつを分かんない、違うな、ん、あれじゃないね、あ、どれだろう、あれ、わかんないね。いや、はい、平べったい板をください。これはでもつながってると違うでしょ、でも違うよね、これあ、でもこれなのかな、うん、違うよね、これは縦にやるやつだから、どれだろうどれだろう、ちょっとこれどかすか、これ一回どかして、まあ、とりあえずこれははめなきゃいけないんだけども、だけどほい、もう一個これをつけていかないし、よし、これね、ファンネームに説明書を載せておくと分からなくなった時リスナーが教えてくれる、なるほどすぎる、待ってそれめっちゃいいじゃん、ちょっと待って、分かんなくなったらちょっと後で写真送るね、みんなにそれは天才すぎる、なるほど、とりあえずこれができたってことは、これをつけるんだ、
分かったぞ。オッケー。なので第うわ見てめっちゃある。やばい、これちょっとだいぶ大変な作業になりますね。まあでもしょうがない、頑張ろう。まずここかな。そうだよね、ここだね。これはまあちょっと大変だぞ。いや頑張れ、本気だ。こういうことだね。もうスカートでやるんじゃなかった。これがここでしょ。ことだな。私もすっぴんなんですよ。そんなのメイクしてない。今日皮膚科に行こうと思ってメイクしてないから恥ずかしい。でもこれやらないといけない。頑張ります。これちゃんと持ってる、大丈夫か。汚れないかなって汚れちゃう。あ、おはようございます。ペットの動き聞いたの？聞いてない。でも合ってる、絶対ここだって合ってるよってこういうとこでは聞かないっていうのが一番の不安定。でもね、多分合ってる。まあもし違ったら動かしてもらおう。あれ？からうん、いいじゃないの。真ん中に妨害つくのか、これから。とりあえずこれで回しちゃいましょう。あら、まずあそこからかな。みんなのコメント読みながら回します。書いてないの、コツとか。え、あれ
待って、全部逆じゃん。逆だね。ちょっと待って。危ない。全部逆だった。やばい。あ、全部逆だ。上だった。こっちが上。どうなってる？やば。ギャグ本当めっちゃ逆だった。やばい。よし、ちょっと一回見て。斜めてね。はい、まっすぐにする。ないやつ完成するみたいな。ダメだよ、これ姉ちゃんなんだから。ほんと失敗許されないから。よし、これ組み立て家具ってキノコとかついてるから、改造機でパーツ拭いて組み立てた方がいいって。嘘でしょ、マジ。やば、もう始めちゃったやばい。ベッドじゃないよね、これ姉ちゃんの。姉ちゃんのうちはベッドじゃないよ。相変わらず敷布団です。敷布団は楽でいいよ、組み立てもいらないしさ。敷けばいいだけだからね。よく知ってるね。そうだよ、家事の取扱説明書にはね、そういうことです。もう完全に私は。あれ最初ゆるくやっといて、最後に4つ同時にケッ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 てやるんだね。どうかな、ちょっとグイグイグイ。おお、よいしょか。ちゃんと ちょっとこれ後でにしよう。こっちさっきやった方がいいな。あ、私がいなくなった。誰もいない。ちょっと早くこれやっちゃわないといけないんだ。ほうほう、
もいい感じじゃん。じゃあちょっと曲がっちゃいそうだったからさ、一回こっち組み立ててからじゃないとちょっと怖くて。大丈夫そうだね。よかった。で、うん、いいよ、できたできた。はい、いい感じなんだ。骨組み完成。はい、次どこ行った。次はなんか真ん中に棒をつけてって書いてある。ほう、うちがこのベッドの中にいたらダメなんだ。次はこれか。これ4つ、4つだ。うわ、めっちゃ大変じゃないの。まあでも大丈夫。これくらいだ。え、待って、もう完成じゃん。ちょっと待って、それは嘘だわ。あ、本当に。やばいやばい。マジで音が。1本ずつつければいいんだ。どこかまで。え、これじゃないじゃん。あ、これか。でも21だから、これこういうこと、こうなのかな合ってるか。よし、これはいけるな。これはさっきのやつ。危険な匂いしかしない。大丈夫大丈夫、切れてる。大丈夫、できるよ。もうすぐ完成しそうだよ。でもそれは嘘なのかな。あ、でもあっちから回さなきゃいけないから、こっち行かなきゃいけない。よし、じゃあ7に重くを差し込んでいきまーす。あ、私の顔見えてるじゃん。え、合ってるよね。絶対合ってるんだよ。大丈夫、回しよう。で、こっちも、あ、縦になっちゃった。ちょっと待ってて。めっちゃいいじゃん。ほい、洋服の袖の素材だと、あ、わかった。わかった。して、次
もうちょいだね、割と。あと穴が4つしかないもん。これ組み終わったら。いい感じじゃない？よし、よし。いいよ。えい。あと2本ですね。こちら。てってれパンパン、カッチヌードル。みんななんかすごいたくさん見に来てくれてて嬉しい。次ここですね、いきます。とあ、うちここにいた。じゃあまだじゃあまだ。さあ完成まで近くなってきましたよ、皆さん。え、これ逆だったりすんの？やばい、やったわ。さ、う、逆だ。やばい。逆だ。逆だ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 。ちょっと待って、ほんとにやばいやばいやばい。こっちが上だった。え、ね、どうしよう。え、ちょっと待って、逆だ。取れるかな。取れるわ。あ、よかった。よくないけど逆だわ。なんかもう徐々に分かんないんだけど。しまった、逆だ。めっちゃ逆だ、やばい。あ、ちょっと、これやばいやばい。こっちだった。やばい、こっちか。あ、こっちだな、本当に。よかった。全部やったじゃなくてよかった、本当に。ちょっとできるか、難しいか。でも大丈夫だ。ああ、よかった。何とかなりそうでした。なんかこのフェルトの部分が上らしい。もう黒い部分が上なんだって。危ない。取り返し効くじゃん。
いい感じじゃないの。できたできたよかったで、どんな感じですかって、昨日ね、作ろうとしてたのがキッチン台だったんだけど、キッチン台がね、ちょっとどうしてもね、作れないっていうことが判明したのよ、私一人じゃ。だから今ね、姉ちゃんのことを代わりに作ってみたっていう感じをね、やってます。どうなの、出来上がるかちょっと分かんないんだけど、とりあえずできるとこまでね、お家出る時間だと30分ぐらいなんで、30分ぐらいやっぱできるんじゃないかな。意外ともうあと後半戦だと思うんですよ今。よし、いい感じだと思います。ほい、ギュッと、よし、あと3ついけそう。そしたらこの後どうするんだろうねこの後何するんだろう。よし、そしたら最後と部品が3つか4つだね。はい、土台完成しましたね。次、お次は、おあ、ついに、ついにベッドのあれができます。塀ですね、塀じゃない、塀じゃ、はあ、袖、袖じゃない、お、袖じゃなくて、これ、これだ。これはここにつけるやつだ。もう本当にすぐできそう。どれだろう。大丈夫そうだ、できるよ。よし、そしてこっち側だね。
ね、自信のある言葉なのに恐怖に聞こえるだって。え、もう絶対大丈夫、あと多分10分ぐらいで。あれ、待ってるよね。間が空いてる。いいのか、いいのかな、めっちゃ空いてるんだけど。でもそうだね、空いてていいんだ。びっくりした、怖いよ。よいしょ。え、うん、届かない。うん？どういうことだ？あ、スカート引っかかっちゃう。どういうことだろう。これやりづらい。手が痛わんだ。穴がちょっと届かないですね。してみたらね。まあ大丈夫か。こんなに。なるほど。うん。難しいよ。丁寧にやっていきましょう。私にやりましょう。ん？これ
これさ、だから回んないの、もう細いところだから。いい感じです。これを頑張ってやらないといけないのがね、結構大変かも。そうだね、うん。ぐるぐる回せないからさ、これめっちゃ時間かかるよ。これでやっと2本目あと半分あるのか。きついな。よし、よっ、オッケー。次こっちですね。ある程度指でいきたいところです。あ、じゃあちょっと持ち上げたらいいか。難しい。4回5回6回7回うん。はい、10回
3回14 15 16いいよめっちゃいいよ17はいせーの18はい19 20はいせーの21とりあえず途中までだけど茹でる時間になっちゃいそうなので、あとはベッドにすのこをカラカラってやるのと、端っこをさっき一番最初に作った部品をやるだけだ。だからもう余裕。じゃあ、はあ、ここで生きちゃえばもう大丈夫なのかな。皆さん最後までご覧いただきありがとうございました。また皆さんに会えるのはこの後どこでリリーベ、渋谷でリリーベがあるのでぜひご覧いただけると嬉しいです。それではお手を拝借、せーの以上です。じゃあ行くか、姉ちゃんにこのまま放置したいと思います。バイバーイ。おー、いいか。